はい、えー、スペンサーのネタバレをしたいと思います、えー。スペンサー、ダイアナですかね。なんかそんな副題がついてたような気がします。えーまあ、ダイアナ妃のは、えー、時代なんですがあんまり興味がなくてですね、えー。ほぼ知らないんですよね。ダイアナさんがどういうふうに。 なことになってたのかとか、えー、それから事故の様子とか、えー、事故の様子はさすがに えー、まあ、連日報道されましたけれども、えー、まあ、全く興味がなかったので、えー、まあ、初見みたいな感じでね、えー、見てまして、で、最近まあダイアナさんのドキュメンタリーとか、それから、えー、女王陛下クイーンっていう映画もあったような気がするんですが、そっちらもまだ見てないので、あ全く、えー、まあ、えー、無知の状況でね、これ見た、 ですが、本当に分かりやすかったなと思いましたね。えー、まあ、これが真実かどうかっていうのはね、まあ別にして、ちゃんとストーリーが、えー、分かるようになってて、初見、あるいはまあ全く知らない人でもね、えー、スーッと入っていけるって感じなんですね。えー、まずまあ、えー、まあ、ダイアナさんとね、おぼしき人が、まあダイアナさんなんですが、えー、まあ、 小さいポルシェですよね。まあ、昔からポルシェは小さいんで、最近がでかいだけなんですが、えー、まあ、えー、ポルシェに乗って、で、ドイツ式だからカブリオレなんですかね。カブリオレのタルガトップではないカブリオレタイプのまあオープンカーに乗って、で、まあ、えー、ポルシェね、右ハンドルなんですよね、イギリスだから。で、右ハンドルのポルシェに乗って、で、まあ、えー、まあケーキ周りとか、 それかハンドル周りとかやっぱドイツ社だからごついんですよね。ちょっとね、うん、イギリスの田舎を走ってると違和感がある感じでこう走ってるんですが、だからこれが違和感の正体なんですよね。イギリスの伝統的な、えー、田舎を、えー、なんかちっこいドイツ社のポルシェが走ってオープンにして走ってる。 っていうのがまあかなり違和感があるんですよね。ここはだからイギリスのライトウェイトスポーツの文化とかだったら様になるんだろうなと思うんですがそうじゃないっていうとこからね始まってやっぱりイギリス王室に嫁いだ違和感ということでまあドイツのねポルシェに乗ってるってまあまあイギリスとドイツはち,はちょっと国民性分かんないんですがまあフランスよりはえあれかもしれませんがまあえまあ 違うものですよね。で、まあ、えー、ドイツのね、ポルシェに乗って、で、えー、道に迷うと。まあ、ナビとかまだない時代なのかな。ちょっと、もうね、ナビがいつできたのかも覚えてないんですが、えー、まあ、で、地図を見ながら、えー、ドライブして、えー、迷ってると。ただ、迷ってるながらも、うなんか別に、そこまで不安な感じはないんですよね。えー、まあ、そこが演出うまいなと思うんですよね。そして、 えー、地元の、えー、ドライブインか料理屋さんによって、えー、道を尋ねるとそこで初めてこの人がダイアナだっていうことがね、わかるんですよね、えー。まあそれまでこのダイアナさんのこの状況が、えー、いつの状況なのか、まだ妃になる前なのか、妃になった後なのか、それから揉めた後なのか、死ぬ直前なのか、 っていいうのがまだわからないんで、えー、それでまあ大体そこの一言であこれはえもう置き,、えー、き,きになって有名になった後、えー、の状況なんだなっていうのがわかるわけなんですよね。本当にうまいなと思うんですよね。それで、えー、道をね教えてもらって。 で、えー、まだ迷ってるんですが、そうすると今度は、えー、向こうからランドローバーの古いタイプね、えー、結構、神楽坂にも、あの絵が2台止まってる、日中に止まってる場所があって、えー、まあ、あれですね、神楽坂よりちょっと外れるとこですけど、よく神楽坂、神楽坂でもね、えー、それが動いてる、 多分そこから出てきたやつだと思うんですけど <laughs>、動いてるね、なんか車でなんか、あの人、あの人とこにあった車だみたいなのがね、あるんですよね。で、えー、そのランドローバー、古いやつがね、たまにこう動いてるのを見るんですが、もうそれが、えー、出てきて、あれですね、えー、国葬の、この前のエリザベス女王の国葬の時も、ランドローバーが警護してましたが、まあ最新のただと思うんですが、 えラ、ー、ンドローバーが出てきたところでああやっぱりイギリスだなってね思うんですよね。でそしてえー、なんか話してるんですが、うん、なんか 知り合いなななののかなって感じの話し方なんですねそれがまた、えっ、ー、と、途中の、えー、シェフもそうなんですが、シェフともなんか昔から知り合いだったのかなみたいな話し方をしていて、あな君は君はみたいなことを言うんですよね。幼なじみかなと思ったら、えー、実は、えー、この向かってるところは、えー、自分の領土の ななななのののかか領土の隣なのかみたいなところなんですよ、ね、すねねそこでまあえ、ダイナさんがスペンサー家っていう、まあ、貴族の出身で、えー、もともと平民ではないっていうのがだんだんわかるんですよね。まあ、これも本当うん、よくできてるなぁと思って。で、えー、まあそこで、えーまあ鷹狩りみたいな、日本の殿のね、えー、将軍の鷹狩りみたいなことで、この、木地狩りをするらしいんですよね。 えー、その生地を、えーまあ、育ててて、で、その領地を持ってるみたいな感じのスペンサー家なんですね。で、そこに仕えてる、まあ、領民と、えー、それから、えー、それを管理しているランドローバーの人と、あと、えー、召集されたコック。で、このコックたちも、えー ダイアナさんの味方なんですよね。それは国民全員が今ダイアナさんの味方だよっていうのが、ま、最後出てくるんですが、まあ、それよりも昔からもうダイアナさんのお知り合いってことで、で、ここでダイアナさんが拒食症だってことがわかるんですよね。ぜひ、我々の料理を食べてもらいたいっていうね、ことをするんですよね。えー、で、まあ、そこで、ああ、そういえば拒食症だったという話も聞いたな、みたいな感じで、まあ、この絵が入ったり、 吐くのが結構、白芯が多くて <laughs>、なかなかなんですが、えー、まあどうやら里帰りに近い感じなんですよね、ダイナさん的にはね。で、こう、まあ、かかが立ってて、そのかかしにお父さんの服が着せられてて、で、それを外して持って帰って、えー、ちょっと作ろってもらうと。 いうところから、まあ、物語がスタートするっていうね。だからあの服はお父さんなんですよね。で、カかしはダイアナさんなんですよね。だから最後、ダイ,ナダイアナさんが、まあ、シャネルかな。あの黄色い服をね、カかしに着させて、えー、そこから脱出する、ポルシェで脱出する子供たちとっていう物語になるっていう、まあ、綺麗に落ちてるんですよね。 まあところどころイメージカットみたいなのが挿入されていて、えーまあえー、全体的にはふわっとした形のフォ,アフォラーみたいな感じなんですよねまあシャイニングみたいな感じでしたねあの厨房でご飯食べるシーンとかゴーストが出てくるシーンですよね。 でまあなかなか導入が面白くて、えー、まあ遅刻するんですよねダイアナさんがね <laughs> これもいいですよねでまあトラディショナルを守らな,なければいけないみたいな感じでこう、えー、体重計に乗ったりとかして、えー、そこでまあ、えー、偶然にもまあ、えー 上陛下ね、マジェスティと、えー、ハイネスが同じ冗談を言うんだけど、その自重っていうかね、ついてる人の受け止め方が違うみたいな感じも面白いんですね。で、この自重が、まあ、えー、私が使えてるのは、えー、えー、英国王室ですっていうね。えー、まあ、牧草の時もあんなに軍隊が出てきたのはなぜか っていうとあれですね、えー、日本とは違って、まあ、日本は軍隊はないんですが、まあ、自衛隊は、えー、内閣総理大臣がトップってことなんですがだから天皇に伝えてるわけではないです天皇はこの衛兵かな警察から来てるような気がしますね、えー、それに対して、えー、王、えー、英国は王に使える軍隊は王に使えるということらしいんですねというわけで えー、彼は、えー、自重はこう軍隊の出身なので王に忠誠を誓ってるということそれはダイアナさんにも忠誠を誓ってるっていうことなんですねで、えー、ダイアナさんを、えー、導くためにアン・ブーリンの本を置いて、えー、このアン・ブーリンの話はちょっとよくわからないんで、えー、詳しい 解説をしている方がいらっしゃいますね。それを聞いていただければと思うんですが、まあ、えー、今あなたはアン・ブーリンなんですよっていうことなんですよね。それで、えー、これを受け止めて、それを本棚に返すまでが、えー、この3日間、えー、クリスマスイブ、クリスマス、そして次の日のボクシングデイ。このボクシングデイっていうのも初めて聞きました。でなんかボクシングっていう子ぐらいだから、なんか、 えー、対決するんですかね。殴り合うとか。それが、まあ、記事枯りになるんでしょうか。まあ、そういうことらしいんですよね。えー、それで、まあ、えー、本棚に戻すまでがね、えー、向き合って、それが、えー、この3日間のタスクですよ、みたいな感じで、この自重が言わないですけども、えー、本をね、置いとくわけなんですよね。で、結局、まあ、自重の指示で、成、え、果、ー、 えー、すぐそばにある、えー、今ロックされている自分の、えー、家に戻るとこまでが、まあお、お話なんですが、えー、まあ、最初出てきた嫌なやつが実は味方だったパターンをここで使っていて、まあ、それもね、えー、定番で面白いですよね。えー、で、まあ、えー、ワイヤーカッターをもらったりとかして、まあ、アイテムですよね。アイテムをもらって、 まあ何切るかさ言ったらまず最初にカーテンが縫い付けられてるんで切るっていうね <laughs>。そっからかっていうね。かなり象徴的ですよね。そしたら次自分を切っちゃってね <laughs>。何かと思ったらまああれは自傷行為ってことらしいんですよね。だからリストカットですよね。本当に指とか切らなくてよかったなと思いますよね <laughs>。だからそこは手加減するんですよね。本当に死んじゃったら意味ないから。血が出る程度っていうのがまあ そういうことなんですよねえ。本当に取り返しのつかないことはやらないっていうね、えー、ことでしょうね。えー、でまあえー、面白かったのは軍隊ごっこみたいなね、子供たちと、えー、軍隊ごっこをして命令し合って本音を言うみたいな、命令されたから本音を言うみたいなね、えー、ことですよね。えー、でまあ、で、ダイアナさんの方は、 えー、まあ、王室向きではなかったんでしょうね。そこら辺はすごいよく出てますし、えー、まあ、もともと生まれながらに王室なわけですね。そのチャールズ、影の薄いチャールズ、えー、生まれながらに王室の人で、 それはそれで大変なわけなんですよね。えー、だからこれはもう本当に今日本の皇室を見てるとよくわかんなと思いますね。えー、まあ古くはだからのりこさんですよね。えー、今の、えー、皇太后ですよね。もう大変なことになったらしいですからね。そして今の、えー、今の何でしたっけ。今の、えー、お妃さんの、えー、 あの方は、えー、名前が出てこないですね。えー、その方も、えー、すごい、えー、バリバリの外務省で、まあやっぱり、貴族なのかな元々えー、元貴族ではないかもしれませんが、まあ、かなりいい家の出ですよね。お嬢さんで、養子丹霊で、 えー、そして、菜、え、食、ー、顕備ってことですよね。で、えー、なのに、皇、えー、室に入った途端、えー、病に伏せられて、えー、まあ、今でもバリバリには出てこないですよね。えーまあ えー、アレルギーとかアトピーがあるとかね、えー、言われてて、それが悪化したりとかしてるっていう噂もありますし、まあ、えー、精神的なものもあると。まあ、それはそうですよねっていうふうに、まあ、誰もがね、納得すると思うんですよね。そして、まあ今だから、マコさんですよね。マ、ま、コさんも一般人になられたけど、えー、結局まだ追われているし、そしてまあ、今一番心配、 なのは、カコさんですよね。えー、どうすんのかなっていうね。まあ一番今日本の、えー、注目を集められてる人ですよね。そしてまあもちろん将来の、えー、天皇でになるね、あの方ですよね。名前がちょっとわからないんですが。そして、えー、女系天皇、女系天皇、女性天皇、えー、が認められ、 ただですね、愛子さんっていう、まあ、えー、そういうふうな、えー、ことになってるんですが、まあ、この、どう関してもね、えー、このスペンサー見てると日本の天皇家についてね、えー、考えざるを得ないと思いますよね。えー、で、まあ、えー、 日本の手のきはどうなのかなっていうのは、多分ね、えー、こういう映画は作られないんじゃないのかなってね、思っちゃうわけなんですよね。で、まあ、えー、マジェスティがね、えー、つくんですが、ド、えー、ース・ロイスの古い方の、えーま、シルバー・ゴースとかファントムとかですかね、で乗ってきて、2台来て、その後にレンジローバーですね、またね、レンジローバーが、 ついてきて、で、ロス・ロイス、一代目がマジェスティが降りて、で、二代目はね、なんかコーーがいっぱい出てくるんですよね <laughs>。それも面白いなと思ってね、国葬で見たやつやってね、それがね、そういうのをいちいちまあ面白い感じがね、えー、しますよね。で、まあ、えー、まあ、陛下もまあ、お姑さんであまり理解はないみたいな感じなんですよね。 えーま、だがダイアナだけが、えーまあ、現実、えー、この王室を受け入れられていないそして、まあ、子供たちは、まあ、生まれながらにして王なんですが、えー、ダイアナさんと、えー、親しい、えー、感じになっていて、えーまあ、子供をどうしても、まあ、外の世界にね、えー、触れさせてあげたいっていうね、まあ、教育方針っぽいですよね。えー まあだから、今回、イギリス王室、二人王子がいましたが、一人は、離脱したっていう形になってまして、それはそれでまた揉めているみたいなんですよね。まあ、まあね、王室なんかやめちゃえばいいのにって私はね、思っちゃいますけれどもね。そしてまあ、まあ一生懸命ダイナーさんに食べてもらおうとして、 まあ料理を作ったりするんだけどダイアナさんはそれを食べて戻す吐く食べる戻すの、えー、繰り返しプラス拒食、えー、症プラス過食症みたいな感じで、えー、夜は厨房に行って、えー、食べ物を漁るというねまあそういう感じで、まあ、これが続くこ,のこれだけの映画なんですよね。 でもそれだけの映画なのにこれだけ見せ立てるっていうのはその舞台設定の大きさとそれから衣装ですよねそしてダイアナさんを演じてる女優さんの魅力ですねまあだけどもうしょっぱに言うんですよね、えー、私の美しさなんて意味がないのよってね <laughs> だからそれはもう今のこのインスタグラムとかねネットのアンチテーゼですよね みんな美しい、美しいっていうけど、それは私にとっては価値がないのよ。本当ね、美しく生まれた人は大変だなってね、思いますね。昔、秋元、秋吉久美子さんかなが、えー、美しく生まれると、えー、それだけで人生が終わるっていうね <laughs>、って言って <laughs>、えー、すごいみんなをね、美しくない人をね、ディスったんじゃないかっていう、そういう、まあ、本人にとっては単なるね、えー 愚痴なんですよ、ねえー、まあ美女に生まれちゃうともう男をね寄ってくる男を振り払うだけで人生が終わってしまうっていうね、えー、まあ大変だなと思いますねまあだから女性はまあ、うん、寄ってくる方から選ぶんじゃなくて自分から選びに行った方がいいんじゃないのかなってねいつもね思いますねえー、そしてまあ、えー、この映画 何分かちょっと忘れましたが、あっという間にこう時間が経って、それはやっぱりこう、目に優しいっていうね、目の保養になるって感じなんですよね。美しい景色、美しい衣装、美しい、えー、ダイアナっていう感じでね。で、まあ、車も出てくるし、それから、まあ、英国のトラディショナルな伝統行事みたいなのも出てくるし、なんか、クリスマスの次の日はボクシングデーとか言うんだっていうのも知れるし、 まあ、ダイアナさんのこと全く分かってなかったんで、それ一つ一つがね、新鮮でしたね。で、なんかこう、途中で記事がね、道に死んでるんですが、その、えー、記事をね、えー、避けることなく、えー、こう、車列がね、えー、走っていくんですが、もう、潰さないでくれって思いましたか、まあ、潰れなくてよかったなと思うんですが、えー、まあその記事をね、 えー、頭が悪くて、だけど、きらびやかな、えー、鳥。で、ここにいると撃たれちゃうよって、だから、えー、逃げてって、って、逃げてってって言うんですよね。えー、まあ、えー、それがまあ、ダイアナさんのことなんですよね。で、途中なんか、でっかい、こう、ジャケット。 どっうかであれ何て言うんですかね。でっかい、えー、上着を着るんですが、それがなんか生地色の上着なんですよね。ちょうど髪の毛の色も相まって、生地にしか見えないみたいなのを着るんですよね。<laughs> それをね、わかりやすくて良かったんですよね。で、まあ、えーまあ、最後ですね、えー。生地を打たすのを止めて息子を 救出2人の息子を救出してポルシェに乗せてオープンにして、えー、走って逃げるっていうところが、まあ、エンディングでその時に「えー、ミラクル」っていう曲がかかるっていうね、えーまあ、なかなか、えー、映画のストーリーとしては、まあえー、単純でストーリーないに等しいんですけど、えー、その映画の雰囲気 とか、その、目、目ですよね。えー、ビジュアルイメージで、えー、引っ張っていく。あっという間に終わるっていう感じが、なかなか映画を見てる感があってすごくね、えー、良かったですよね。で、最後、まあ、生地に見立てたね、えー、生地は囚われた、えー、華やかな生地に対して、えー、まあ、えー、 ケンタッキー、フライドチキンを食べるわけですよね。そのロールゲージに囲まれれば、日本ほどひどくないらしいですけどね、世界はね。日本が本当にひどいんですが、えー、まあ、囚われた鶏で、まあ、見た目も華やかではなくて、ただ、えー、えー、食い物になるだけの育てられる鶏ではあるんですが、それをね、まあ、きちんと対比して、自由の象徴として、 食べるわけなんですよ。まあ、鳥にとってみればね、どっちもひどいんですけど。<laughs> そこまではね、さすがにちょっとフォローできなかったんでしょうね。ケンタッキー食うっていうのは皮肉なんだなっていう感じなんですよね。実は、鳥にとってみればどっちも大変だなと思っちゃいますね。鳥目線で見るとね。えー、その、食べる人間からしてみれば、その、高級な生地を自分で売って食,食う料理。 料理人、ものすごい料理人が手をかけた料理を食う、そして余ったら捨てるみたいな、そういうところと、えー、自由の象徴であるね、えー、そして、まあ、ま、え、ぁ、ー、貧民というか庶民の食べ物、ファーストフードですね。ファーストフードの話もちょっと出てきますよね。で、ファーストフードであるケンタッキーフライドチキンを食って自由、 っていうのをね、ひと、ひとときの自由をね、懊がするって言うんだけど、まあ、鳥にとってみればどっちも大変だな、とね <laughs>、思っちゃいますよね。ええー。まあ、というわけでですね、えー、スペンサー、ええー、まあ、ぜひ映画館で見,見られた方がいいのか、映画館の大画面で、 でね、えー、見るとといいと思い思ます、えー、本当にね、えー、時間があっという間に過ぎていきました。えー、ダイアナさん、まあ、あんまりね、知りたくないんで、ドキュメンタリーとかは、まあ、あえて積極的にはね、えー、見に行かないと思いますけれども、えー、まあ、機会があったらね、えー、見ようかと思っています。